奈良県市長会が県に対し保健所の業務体制など新型コロナ対策の強化を求める緊急要望を今日提出しました。奈良県市長会の会長を務める天理市の並川市長は今日県庁を訪れ、第4波とは比べ物にならないスピードで感染拡大が進んでいるとして県に対策強化を求める緊急要望を提出しました。さらなる感染拡大があった場合に徐々にですね、中等症以上の病院体制についても厳しくなってくるだろうということの中、今実務的に手をしっかり打たないといけないところはこういうところじゃないかということを十二市の意見として表明をさせていただきました。要望には感染者の急増で逼迫する保健所の体制強化、コロナ禍を踏まえた経済活動振興の推進など5項目が盛り込まれました。一方、県市長会の要望には緊急事態宣言の要請に関する内容は含まれませんでした。しかし並川市長は来週以降、天理市として県医師会などと合同で緊急事態宣言などに関する要望を荒井知事に行うことも明らかにしました。